美味しい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 。はい、乾杯。あ、乾杯。お疲れ。めっちゃはず。めっちゃ綺麗だ。あんた綺麗よ。え、これ大丈夫？いや、なんか GMM 1円かな。ほら、なんだこれ、すべてが新しい3000世界。新しい。終盤を迎えてに階へ移動した私たち、気づくと後ろにサニーくんとパックくんがいた。え、やばいじゃん、ここに来る。え、やば。バイ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 。好き。思い出ずっとずっと忘れない。そう、え、ラブバイチャンスっぽ。柵がじゃなくて全然見えない。すげえ。A few inches later. あ、取れた。取れた。え、やばい。いる。現場に着くのに結構時間かかって写真撮れるような場所で撮ることができなかったため、このようにエスカレーターからの撮影となっております。ご理解とご協力の方よろしくお願いいたします。サワディーカーしてる。なんか濡れてね。サワディーカー。なんだっけ、マクドナルドみたいな。ドナルドマクドナルド？なんだっけこの人。これはつけてマーケットで買った。これなんだっけ、なんつったっけ、わかんない。こ、ロッティみたいな、ウェットティッシュみたいな、なんだっけ、やばいって、炎上する、なんとかってやつ。よっこらしょ、食べよう。食レポ食感、すっげえ映ってないじゃん。食べましていいですかい。いいよ。これ絶対美味しいんだから。あったかいんだから。ちょっとあったかい。あったかい。うん、下品だな、箸開けるなんて。いいんじゃない、一個食べたいでしょ。ママにも送ろう。うん、美味しい。美味しいでしょ。うん、これずっと食べなかったの。うまっ。ね、やば、顔全然映さんし。みんな、帰りたらこれを食べてね。うん、あは。 The next day。 おはよう。あー、これから海に行くよ。目がバグっちゃって、タイに来たら日本帰りてー。最低。最低。日本に帰ってもバグってんじゃねえか。面白い表情みたいなのがある。工事現場。本当だ。あ、なんかほぼなんか正規のルートで走ってないからすごいな。ね。今日はエッチな水着を着て、ウフフンウフフン作戦して、プロレスハムの肉体を晒していきます。イエーイ。チャーシュー。チャーシュー。Like a チャーシュー。めっちゃいい。めっちゃいい。これが、これがタイ王国なり。すげえ。窓でけえ。窓でけえ。ハンドルもでけえ。高速道路かな。高速道路っぽくない？わお。やばい、海だ。ちゃんと撮れてんのかわかんねえけど、めっちゃ綺麗じゃね。やべえ。え、どうしよう、なんか入れてみようかな。水上マーク？違うわ。せーの。さっきの韓国人どこ行ったんかな。どこしようぜ。あー、トギオー、おっぱー。おもろすぎて、おっぱーって言われてたら面白い。おっさんにおっぱー、おっぱーって言われて。何やのジジイ。男がおっぱって言うんじゃねえよ。モデル最悪なんだけど。でも思うのがさ、韓国人2人って来る男性多くない？いるなんじゃね。やばい。ワキワキのワキ。だってバンコクからここまでパタヤまで、うん、でいたじゃん、あの船の乗り場までいたじゃん、
そっからさ、そっからここまでの船までにもさ、同じやついたやん。同じ違う人だけど、いや、足ピリピリするんだけど何？女の子がさ、日本人の女の子がさ、3人ぐらいの団体よくいるのと一緒じゃない？ああ3、4人でよく、って言うじゃん、あれと一緒じゃない？で男二人単位が流行ってる国なんじゃん。あ、でもそれはあるね。うん、日本って逆にさ、うん、男二人で行動すること少なそうじゃん。少ないね。うん、なんで男と女になる、うん、男女か逆にグループか、うん、ディズニーもさ、うん、団体で行動する。日本の男は団体で行動する、うん、で団体で人を決める、うんうん、いいですね。タイ人いないかな。あ、タイ人はいっぱいいる。ここタイだわ。タイ、そういえばここタイだわ。タイ人いないかな。今日は3日目のタイです。で、夕方です。これから帰ります。遅っ。でも、こんなんなんだよ。あ、すごいじゃん。あ、なんか後ろの人もピースするねからしたいから。この後バス内で人が集まるまで2時間待たされ、知らんところに降ろされたのであった。むず、こわ。11時です。誰もいません。そんなに怖くないです。ピースピース。この後ベベが日本に帰ってくることはなかった。タイ生活4日目。今日はガネーシャに行きます。え、なんかさ、この言い方さ、無人島5日目感すごくない？ガネーシャ生活。ガネーシャ生活。めっちゃ願い叶えてほしいんだろうね。ガネーシャ生活4日目。今日もガネーシャへ行きます。願いを叶えてもらえるまで帰れません。また来たよこいつ。本当にもういいて。通常の3倍願いを叶えてくれる優しいやつがさ、叶えてくれないからさ、めっちゃ意地になって、なんか相当なひどいこと言ったんだよね。ひどいっていうか、くっそ金持ちになって石油王を倒したいんだ。倒したい。結婚じゃない、倒したい。相当厳しいこと言ってるからなんか叶わないんだよ。3倍で。このホテルはお別れ。なんかここのハイライト塗りすぎてるんだけど。でもなんかすげえ Vlog っぽいね。誰もいないから撮りやすい。これからガネーシャ行きます。お前にお気に入り。腹ごしらえ。今日は何を食べれるかな。寿司。わ、コオロギ。コオロギ食べる。あれ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 、あれが見えるかな。これからガネーシャに行きます。私たちはこれから本当だ、今出てきた。1時間2時間かけてガネーシャに行きます。テキサスチキン。チキン食べたいね。食べたい。あるかな。今日ない。明日帰るんだけど、明日帰れたらいいよね。何かのやつ。何のあれ。そうそう。あ、結構、あ、すごい旅行感出た。はい、はい、はい、4日目。あ、すごい電車走ってる。やば、すごい車がみんなついてきてるよ。イエーイ。順端はこういうところでイチャイチャしてた。あれだね、ブレーキかけられてみんな突っ込んでくる。そんなドラマ見たくねー。マジで見たくねー。川だ。イエーイ、グアバゲット。ガネーシャそこ。あそこ日本人、めっちゃ日本人いるわ。えらい日本人いるわ。ガネーシャ。大きい大きい。レってなんか広角にしてるからあんまりわかんないかも。だけどクソでゲー。クソでゲー。あ、すごい。システムがわかりづらい。うわ、すげえリアル。リアルな。これガチでいた人でしょ。これ映していいのかな。でもカメラ禁止って書いてないからいいよ。すげえな、本物じゃんね。あ、すごい、いけるっぽい。マミ、なんであんなとこにドラえもんいんの。なんて書いてあるんだろう。
あ、水が干からびてる気がする。これさっき餌を売ってたんだけどさ、多分ここ虫じゃねえや、魚がいたはず。そうだよね、だったからなんかみたいな。わ、すごい。おアポくんだ、不思議な感じ。ショベルカーです。あ、すごいよ、ガネーシャ像にアポくんに。真ん中存じ上げない。ドラえもんの数どこにでもいる。やばいって、これ絶対アウトだって。これ絶対ダメだよ。ピカチュウスパイダーマン、ピカイダーマン、何回見てもキモピカチュウだな。えぐはず。座る。よいしょ。大丈夫。はずい、はずいんだけど。でも、うん、周りの目を気にしちゃいけません。ラブチェアに座ってます、私たちは。いいです、いいです。嘘怒られてる。ルフィいないんだ。確かにルフィいないね。ルフィいないんだ。めっちゃおるんだが。ラブチェアも違う。ラブチェア仮面ライダーに。パタヤ、パタヤ、パタヤ。スネ思う。天気が良ければあり。スネオのサイズこんぐらい。実際こんなもんかな。ちっちゃそう。いける。これ絶対配色ミスね。配色ミスかな。いや普通にミス。やばくね。の方は黄色だからね。ミスってるね。これかける2。一応ついてて。あーねーねー、ついでに。あーすいません、あーすいません、ありがとうございます。つなげた悟空。間に合った。ちょっと気になる。上でやってる。上でハピバやってる。え、めっちゃシュールなんだけど。なんで？キモい。やばいじゃん。
ガネーシャ生活4日目最終日今日は新しいホテルです。イエーイ、めっちゃいい。すごい綺麗。エロトイレ。エロトイレだね。エロトイレ、めっちゃいいじゃん。こんな綺麗なね。いや、金は物を言うわ。朝からプールはやばいな。結構深いんだけど。タイ生活何日だ。今日は違うホテルに来た。そんな朝を迎えた。めちゃくちゃいいホテルだった。朝から海にじゃない、プールに入った。隣は学校だった。何だろう、あの学校も BL をやるんだろうか。おい見ろよ、あんなところに人がいるぞ。死ぬな。何かでかっ。モールがでかすぎる。回れない。ダイソーあった。ダイソーどこ。はい、ジャパン。ほんとだ。ドンドンドンキだって。すっげー、マジドンキじゃん。え、マジじゃん。え、ドンキスイーツ。え、レジもドンキ。氷ドンキ。え、ドンキスイーツ。すげーな。チェ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 、違うものを頼んだはずなのに違うものが来たよ。こっちの方が高いんだよ。でも今更店員さんに言えないよ。そうか、まあいいけど。3時間前に描いたカービィが増殖されてるわ。え、かわいいじゃん。タイ人好き。タイ人かわいい。ノリがいい。ノリいい。かわいい。嬉しい。 A few inches later. 最後だよ。涙出る。最後だよ。目を覚めとこう。誰もいねえ。死ぬ。なんかこれ何。めっちゃ撮ってる。めっちゃまだ撮ってる。でなんで私がそこで写真撮ろうと思ったらなんか続々と後ろから来るの。ほんと何、もう何やろ日本人。ゼミっぽ。ゼミ。てか泣くんだけど。何が。ない話。もうタイだよ。もうサイナーラだよ。だよな。サイナーラだよ。マックとかある。イブサローラある。イブサローラある。最近知ったブランドみたい。イブサローラ。ちょっとお腹空いたかも。お腹空いたよね。クレープをさ残したのを戻して食いたい。まあキモい。キモい。でもわかる。わかるんだ。さっきクレープな。もったいねえって思うけどあれでよかった。せっかく頼んだクレープ多すぎて甘すぎて残しちゃったんだよな。もうさあれ食べた。あの勘違いクレープ。やっちゃったなあれ。おいらメープル頼んだつもりだったのにってね。メープル頼んだの。メープルだもん。メープルのつもりだったのにってあんな人チョコ言ってきて、もうチョコとチョコ、もうチョコすぎ。甘い。もう糖尿の病になる。チョコの沼だったね。チョコ沼だったね。エグいなあれ。チョコ沼、タイ沼。一生ニキビ分。ニキビ分でしたね。一生ニキビ分でしたね。ないのかな。何を。死肉まん食べたい。肉まんね。行きの帰りの飛行機の前で食べる日課になってまして、うん、肉まんを食べるっていう。あればね。幸せなんですよ。ホクホクしてる。わ、シャネルだ。ディオールだ。わ、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 わ。カテ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 。ご飯食べれるね。ね。ちゃんとお高いにしよう。もうあでも別に金あるし。うね。見る。見てみようか。ええ、普通に最後の食事。やばいやばい。あ。何これ。20分いくら。これたまちゃう。なんぼ。あ高いね。あまあいい値段。いい値ですね。いいかな。4万崩してお金余らして高いからやめる。金あるんだがないな。ないな。値がケチすぎてもうこんなので払えませんっつって。ケチ旅行してるよ。いやいいんですそれで。かなりなんか
東京ドームみたい。わかんない、東京ドームみたい。だしなんかこの建物すごい、なんかモールみたいな。え、すげえ栄えてない？栄えてますね。いい方向だとこっち。あ、でも全然、うちらが行く方向はあっちだけど、まだ時間はあるから全然遊べるし、うん、あそこにイケメン美男美女パイロットキャビンアテンダント、かっこよすぎる、やばい。リスの画角